飛べからの飛躍。平野仕様、27歳で始まる予測不能な冒険が起こす衝撃の波。平野志陽の27歳が幕を開け、彼の人生が新天地から世界へと続いています。この過去の一年は、旅立ちとナンバー、愛結成、そして二度目のデビューに満ちた激動の日々でした。昨年5月、平野はこれまでの居場所から飛び立ち、新しい冒険を始めました。グループのメンバーとしての最後の歌番組出演では、 歌い始めから涙がこぼれ、その瞬間は忘れられません。感動と決断が入り混じる別れの瞬間でした。その後、約1ヶ月半後、平野はトべのオフィシャル YouTube チャンネルの生配信に神宮寺雄太と共に登場し、トべとして新たな活動を発表しました。彼はファンと共にクリエイティブな旅に挑み、素敵な時間を作りたいと前向きな抱負を語りました。彼の明るい表情からは、未来への期待が感じられました。 同日、平野は個人のインスタグラムアカウントを開設し、ファンを様々な形で楽しませています。質問募集では、丁寧かつユーモアあふれる回答で、マコプロの異名を持つほど、ファンはこれまでにない近しさを感じ、インスタグラムを通じて平野とのつながりを深めています。10月15日、岸優太の戸部所属発表と同時に、ナンバー、愛が結成されました。平野は、 ファンの皆さんと一緒に思い出を刻んでいくグループになるには、苦楽を共にしたいと期待感を語りました。音楽制作においても、突き詰めたもの、振り切ったものをやっていきたいとの意気込みを語り、新たな挑戦のスタートを切りました。そして、新年を迎えた1月1日、ナンバー、愛としてのデビューシングル、ゴートが配信リリースされ、サウンド、ダンス、映像すべてにおいてメンバーの突き詰めた制作が光ります。 MV の再生数が3000万回を突破したことは、2024年がナンバー、愛にとって輝かしいスタートであることを示しています。平野は個人としても海外での活動に意欲的です。1月5日、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップを発表し、1月16日にはパリで行われた、ルイ・ヴィトンのファッションショーに出席。また、イブ・サン・ローラン・ボーテのアジアアンバサダーにも就任しました。彼の海外での夢が着実に近づいています。 1>, 1月29日の誕生日には、平野は感謝の言葉と共に、ソロショットや仲間たちとの写真をインスタグラムに投稿しました。トレイの所属発表時に、エンターテインメントとはという質問に対し、皆さんの中で、明日が楽しみになるような存在になることと答えていた言葉が、彼の姿勢を象徴しています。ナンバー、愛が、ナイロンジャパングローバルエシュー04の表紙を飾った際のインタビューでは、 何十年後に振り返った時に僕たちを思い出すような存在でありたいと語りました。平野の視線の先にはいつも応援してくれるファンがいます。彼の強さと挑戦への姿勢に魅了され私たちも彼から学ぶことが多いです。27歳での活動の予定として3月6日には GOAT を含む初の CD リリースが控えています。 さらに、3月14日から17日には、トべ所属アーティストが全員出演する東京ドームでのコンサート、トゥーヒーローズからトべファーストスーパーライブが開催されます。これが終わりではなく、彼の未来の挑戦は続きます。27歳は、ポジティブな意味で動きのある一年になるかもしれません。どんな形であれ、平野紫陽が私たちを楽しませ、感動させてくれることは間違いありません。ナンバー 愛として、そして個人として、彼が新たな世界に挑戦し続ける姿を期待しています。彼がどこにいても、彼の輝きは耐えることがありません。